よちよち歩きのヒナ6羽を従えているのはオシドリのお母さん。毎年この時期、札幌の円山公園ではオシドリの子育てが見られるそうです。のんびり歩きながら落ちている種などをついばんでいたオシドリ一家ですが、お母さんが突然水路に飛び込みました。撮影した方のお話では、犬の散歩に危険を感じたようです。ヒナたちにもそばに来るよう必死に呼びかけますが、石垣の高さ1メートルほどあって、ヒナは怖がってなかなか飛び降りることができません。それでも最初に2羽が勇気を振り絞って飛び降りると、兄弟たちも後に続いて、藤尾さん、最後は無事に全員合流できたそうです。なんかこう子育ても思い切って行動してみるってことが大切なのかな。ちょっとオシドリに教えられる瞬間でもありますね。これはね、子供たち示してました。子供たちで示してね、はいっつってね。ちょっと我々も学ばさせていただきましたね。さあ、そしてもう一つ、同じオシドリ一家の動画を丸山織姫さんからもいただいています。円山公園によりますと、今園内ではこのオシドリとマガモが池の周りで子育て中で、可愛いヒナの様子が訪れる人に人気だそうです。餌をあげたり近づきすぎたりせずに見守ってほしいということです。